はい、こんにちは。ソニーの WF1000X のレビューです。今日は操作性は省略しまして、音質などをメインに、レビューしたいと思います。選んだ理由はですね、やっぱ音漏れ対策、ノイズキャンセル対策、それがしっかりしている機種をちょっと選びたくてですね、この機種にしました。もちろん携帯性もかなり考えました。ですね、大きさですけど、まあこのケースが充電器になってるんですけど、携帯性を考えてよくできてますね。ちょうどポケットに入れやすい、また持ち運びやすい大きさで、非常に中に入れた状態で、充電ができているという、まあ要は充電ボックスですね。それと、まあ、携帯用の保護ケースが一緒になったような作りで、よく、まあ実際使うとその便利さがわかりますよね。に取り出せばそのままも初期設定が済んでれば、ね、Bluetooth 接続が自動で行われ、すぐ聞けるようになるということです。で、音質、私こういうものを買うとき音質大優先なんですけど、音圧とかではなく音質、その伝わってくるエネルギー感はかなりこの大きさでは優秀なのではないでしょうかね。いわゆる長時間聞いてても疲れないです。最初から最後までこう気持ちよく聞けるというような音作りがされているところはさすがだと思いますね。Bluetooth 独特の、音ずれ問題などもあるんですが、これはもう、他の製品にもこれはもう本当メディア側ですね。YouTube とかとネットの動画のその媒体によってちょっとレベルが違うんで、一概には、言えないですね。例えばこのカナル型のイヤー形状なんですけど、まあ付けた時点でかなり外の音カットしてくれてるってことで、ノイズキャンセル機構を使わずとも、もういきなり装着して時点でノイズキャンセルが動いてるような感じですね。で、外でそのままスポーツなどでつけて走ったりとか、まあ、使ったりして危ないということで、まあ、もう外からのマイクの音を拾って、ね、中に人の声の帯域を増幅、周囲の音を増幅というような、そういう作りになってるんですけど、まあ、この小ささの中にそういう機能がよく詰め込まれてるなと。ノイズキャンセルができるっていうのと、電車なんかの中で音漏れもしにくい構造っていうことも言えるわけですね。ですので、周りの音をカット、中で再生音のカットっていうことで、まあ、よく、その辺は考えられてる製品。まあ、そういうわけで、ノイズキャンセル機構を売りにした製品のレビューでしたが、まあ、高音質楽しみたいと。独特の音場を作ってくれる。要は、遮音性がいい。逆に音漏れもしにくい。買っても損はない製品だと思います。それではまた。